久保さん。手取り14万のメカニズム。まあメカニズム、まあ一、一言ですね。まあ僕たちあだこうだ言うんですけど、えー、ただ収入が上がってない人のメカニズムはやってないだけです。もうこれだけにつ、これにつきますよ。で、メカニズム的に言うならば、このやってないですってう僕が言うじゃないですか。 で、そのメカニズムに、メカニズムがあるとするならば、そこに当てはまるんだったら、あー、なんだ。やってないじゃないですか。うん。って言ったときに、14万の人のメカニズムは、やれない理由を言うってことですね。もちろんですね。あの、14万を抜け出すためには、やるだけなんですよ。単純に、新しいことを。 もうこれしかないです。で14万の世界のメカニズムに当てはめるんだったらあのやってないじゃないですかって問われた時にうんや,や,らや,やれないことを何かのせいにする何かやれない理由を作るっていう理由を作ってるというかねやれない理由を言うってことですね。じゃあ手取り14万を抜け出すメカニズムですよね。 で言うならば、あの、やれる理由だけ探す。どうすればできるかをだけを探す。これだけです。どうすればできるのか。手持ちのカードでどう戦うのか。それだけです。だからこれが14万の,の抜け出せない人のメカニズムと、14万から抜け出せる人のメカニズムですね。14万から抜け出せない人は、やれない理由を言う。やれない原因を、 言うんできない理由を言うでも14万から抜け出せる人はやれる理由をやれる策を探すやれることをやってみる、うん、なんだやれるように時間を作る、うん、そんな感じです <laughs> これね久保さんもねいろんなお客さんのこの声を聞いているんでまあわかるとは思いますけど単純にやってる人っていうのはあのー、やれるように 今はできることをやるし、やれるように時間作るし、やれる環境を作るし、ほんとそれだけです。うん。だからまあ、あのね、あのー、まあ、久保さんだからできるんでしょうとか、吉谷さんだからできるんでしょうと、あの人だからできるんでしょうっていう人が14万から抜け出せない人たちのメカニズムですね。これは間違いないですね。 うん、まあ、はっきり言いますけどあ、ここまでね、久保さんと僕が言ってて、僕、ポンコツって今、T シャツ着てますけど、まあ、久保さんがね、僕のど、僕のね、存在を知ったのは、動画でね、僕はあなたより馬鹿ですと。<laughs> で、久保さんはう,こう、こいつ誰やねんみたいなね。本当に漢字も書けねえぞ、みたいなね。そんな僕でもね、 じゃあなんで手取り14万を超えているのかっていう話でしょうね。単純にやっただけですよ。うん。久保さんも麻雀店のおっさんで、クロームブック二万、1万4千円ですか買ってニヤニヤしててね。あの、パソコンもよくわかんなくて、ね。麻雀、なんか今までの人生ね、ネットと無縁だったわけじゃないですか。クロームブック1万4千円でね、 なんか俺勝ったぞ言うてる人間、どうなのかなみたいなね <laughs>。だからまあね、今パソコンパチパチ触れるとかね。なんか、まあ久保さんより上ですからね。まあ僕も僕より上ですし。環境も当時より上ですよ。どう考えても。僕はネットビジネス始めた時光回線なかったですからね。LTE もなかったですよ。3G もなかったですよ。 うん、だって 3G が出てきたのが iPhone の初期10年前ぐらいじゃないですか。それもなかったですからね。ガラケーですから、ガラケー。ガラケーですよ。<laughs> 今環境もあるしね。回線も早いし。デバイスもすごいし。うん。だからまあ。 人それぞれの生き方があるんですけど、あなたはどういう生き方をしたいんですかそしてどういうふうに死んでいきたいんですかと。何したいんですか何手に入れたいんですかと。うん。じゃあ、その、手に入れたいものが大,大きいんであるならばあ、やることの数も多くなるってことです。手に入れたい数が多くなるんだったら、や,やる数も人より多くなるってことです。うん。例えば、コンビニのね、 時給1000円で働いている人が得られるもの、手に入れられるもの、1時間働いて1000円の、うん、ものしか手に入れられないですよね。だけど、あのコンビニで1時間働くという仕事以外のあのいろんなことやっている。例えば、その社長っていうね立ち位置で1時間働く。多分価値は違いますよね。うん だ社長が1時間働く価値とコンビニのバイトで1時間働く価値が違うってことですね。あなたの時間給はどれぐらいですかあなたの1時間の価値はどれぐらいですかまあ僕はね、もうあの、なんだろうな。自分でつけられるんで1時間の価値1億円ですよって言っても別にいいんですよ。うん。そう。だから自分で単価決めてますから、商売してるんで。 だからコンサル300万、今僕コンサル300万ですけど、300万ですと。じゃああなたは何か人に何か教えてね、300万円取れますかと。言う、ま取れなくても言えますかと。なんか300万円を提供できますか。少なくても僕300万円でも安いと思ってるんで、僕はね。でも一般の手取り14万の人は300万高いと思うでしょ僕は300万安いと思ってるんですよ。俺の15年の時間と、 俺の経験と俺が今までやってきたこと300万で襲われるクソ安いだろとじゃあお前がね15年ね死ぬ思いでやって経験して僕以上にやってねどれだけの時間とコストがかかるのか少なくとも僕も教材代とかね合宿代とかそういう勉強するお金300万以上余裕で払ってますからねそんなのはうん <laughs> だけど 手取り14万の人は300万円の商品の価値を作れないですよね。やってないから。うん。だからね、えー、まあ、この億万長者シリーズね、結構14万シリーズ、これね、久保さん続きますね。<laughs> <laughs> これ、まあ、リターンズ14万で終わるかなどうなんですかね。もうこれ買、誰かが買えない限り、14万。 多分ね久保さんですか久保さん変え,えてくるかなどうなんだ僕はもう手取り14万で攻めてみますけどね。<laughs> まあでもね、もうキーワード的にはね、古すぎるんで、ね、久保さんねくあの。堀江さんのあの、まあでも逆に言うと、まあこれはもう逆転の発想なんですよ。普通の YouTuber って、まあトレンドですよね。そう、最近ね、僕、あの、柴田さん、またちょっとみ見てたんですよ。 で最近、その名古屋市長の救いたいみたいなね、これね、柴田さん、上手くなってましたね。あの、名古屋市長を救いたいの話がね、あの、まあさい、最後のうちが、そのまあ柴田さんはそのパチスロやらないかなんですけど、そのメダルを噛んだのと、パチスロのメダルのこの話の構成が、こうすげえ上手くなったな、みたいな、<laughs> やっぱ手数ですね。 うんだ僕はあのこの前救いたいっていう動画撮ったんですけどあんまり良くなかったんですよ柴田さん話うまかったなみたいな <laughs> 僕ずっと見てるんで昔昔をねそうまあ今最近見てなかったんであの竹原さんのことからで行ってちょっと見,見たんですけどうまくなってたねうんそうあとね柴田さんがあの なんだあの、焼肉を食べながら質問とか、な、なんか、その、ハイボール飲みながら質問に答えるみたいな、インスタライブの動画をアップしたんですけど、で、これ一応仕事なんで、みたいな。<laughs> これ仕事だから、みたいな。旗から見たらね、お酒を飲んでね、なんかこうやってるのってね、仕事に見えないかもしれないけど、まあ、僕はそれはわかるんだけども、まあ、一般の人はわかんないでしょうね。これ仕事ですかみたいな。<laughs> そう。 でも僕わかるんですよ。すべてが仕事であると。だって動画アップしてんだから。<laughs> そう。なんかその、や、焼肉食いながらなんかやってても。まああれもね、飲むシリカ多分ね、あの、スポンサーっていうかなんか、あの、協賛っていうかなんかあるのかな。なんか飲むシリカもうちょっと万全してたんで、飲むシリカでハイボール作るとうまいよみたいな。だからその、企業の、だから飲むシリカね、すごいっすねあそこ、広告。 あのめちゃくちゃ飲むしりかあれ霧島なんですよね鹿児島だと思うんですけどあそこすごいっすよなんか本当にインスタとか YouTuberYouTube とかそのインスタグラマーとか YouTuber とかその SNSSNS で結構その数持ってる人にこうどんどんその宣伝してもらってますね飲むしりか何か大々的にテレビ CM は多分やってないと思うんですけどその SNS でかあのやってる人に あ、すごいっすね。ただの水なんですけど。水ってめっちゃあるじゃないですか。だけど、飲むシリカさんは、あの、大手大企業コカ・コーラみたいにね、テレビ CM 出すんじゃなくて、その、その、SNS で広告をこう、ブワーやってるっていう、あの戦略すごいなっていう。多分ね、めっちゃ売れてるでしょうね、飲むシリカ、今、うん。なんかね、最近ね、久保さん、光くんが、ジョイフル。 ジョイフルのハンバーグをなんかコラボして作ったんですけど、なんかね、なんかね、ヒカルくんさんの動画ちょっと見たんですよ。なんかね、14, 14億、なんか株価上昇みたいな、ジョイフル。ジョイフルだったかな。<laughs> マジでみたいな。確かね、ジョイフル14億。じゃあ14億にしましょうか、今回。手取り14万と14億。14億だったかな。 多分ね、あの、なんか、アップしてたんですよね。あの、ジョイフルジ。ジョイフルだかな。あ、すいません。18億円か。光る方炸裂で経済効果18億円。これね、多分ね、なんか株価が、 株価ストップ高になったみたいな。18億にしときましょうか。ね、タイトル18億増って書いてあるし。会社の時価総額が、なんだ。会社の時価総額が。僕もね、あの、ジョイフル使ってたんですよ、結構。うん。まあ、九州ジョイフルかなりあるんで。あ、18億ですね。 自家総額、ジョイフル。やばないですか。うわもうすげえ時代になったなと思いますよ。だってね、もう数年前は、どうも、金髪の起業家、ヒカルですって情報詳細売ってたんですよ。月収1000万のみたいな。<laughs> え、18億かみたいな。で、この前もう、もうヒカルくん結構コラボしまくってるんですけど、結構企業さんと。すごいですよ、彼のそのパワー。 これはね、もうね、グーの出も出ないですね、ここまで来ちゃうと。ここま、だから、あの正直、最初なんかは、なんだろうな、あの多分ね、企業さんも、まあ、ヒカくんの、ね、過去の経歴とかもあったと思うんで、あの多分ね、最初はそんなに乗っかりづらかったんですよね。でも今は、もう多分引っ張りだこでしょうね。 もう,うちの会社もちょっとやってくれと。<laughs> うちの会社もやってくれみたいな。<laughs> 多分案件めちゃめちゃ来てると思いますよ。だって今ヒカルくん入ったらもうほぼ当たるんで。てかヒカルくんが当た入ってコラボして外れたやつって多分あんまないんですよと思いますよ。この前もメガネでギネス記録か、あのー、オンデーズの、オンデーズで確かやってたと思うんですけど、なんか一日で何千本売るみたいな。でそれヒカルくんコラボして、でメガネも出してたんですけど。 だからあの多分ね、宮迫さんとやったあの、やっぱあのう靴、靴あそこがでかかったんじゃないですかあそこも株価上がりましたからね。ね、たった一人の YouTuber が株価上げちゃうんですよ。これね、多分ね、だから、なんだろうな、もう、もう、こぶっちゃけ言うと、ね、光くんのま、これインサイダー、インサイダーになんのかなでもならんのかなこれね、ね、ならないか。 ね、だから例えばもう、ヒカルんがこんなコラボをするみたいなのを、もうスタッフが事前に知ってれば、まあ、動画撮るの、動画編集してアップするの時間差あるじゃないですか。だからもう、コラボするよって決定した瞬間で、その情報があったら、もうそれで買うか買っとくみたいな、上がるからみたいな。<laughs> ね。これはインサイダーになるのかななんないですよねこれ、これは。どうなんだろう。 これすごいことですよ。だから、だから結局、まあ多分一部の人は多分それも、あ、ヒカルコラボするんだって上がんなっつっても買って、株買ったりとかしてると思うんですよね。<laughs> 頭いい人は。<laughs> ねこれはやばいなそう、今ジョイフルにね、ヒカルのコラボハンバーグっつって垂れ幕いっぱいありますから。う <laughs> ん。いや、すごいですよ。うん。 まあ、光くん君もね、まあ、すぐ、あの、単純にすぐ行動してたんで、ガンガン、ガンガン行動してましたから。う。うん。そう。まさかね、想像もつかなかったっすね。当時僕は、あの、金髪起業家光です。月収1000万言うててね、今、月収何,何、何億なんでしょうね。<laughs> いやー、何が起こるか分かんないですね。久保さんもね、マージャン店のおっさんでね、広島の久保ですってコメント書いてたのにね。<laughs> 今、隠居でしょ何が起こるか分かんないですね。本当に分かんない、うん。まあでもね、僕は分かるんですよ。僕分かる。な <laughs> んで分かるかっていうと、やってるからです、人より。だから、大体もう見えてますね、僕は。 なんかね、もうやれば変わるっていうのがもう明確的に分かってるんでやるだけなんですよ。でも多くの人はやってもその結果を得ていないから、やっても変わるという現実を手に入れてないから、あの、やる前に本当に稼げるのかな、億万長者合宿に参加したら稼げるのかなってずっと言い続けるんですよ。ね。だからやらないんですよね。僕はやれば、 未来は変えられるっていう事実を知っている。未来を変えてきたっていう事実を体験している。だからやれば変わるっていうのは知ってるんで、これからもやるんですよ。もうやりまくります。この少ない再生数、この少ない再生数でも稼ぎ続けていると。この少ない再生数でもね、自由な生活をし続けているっていうね。この圧倒的なもう、もうちょっとでまるっと5年。借金も返した。親に車もプレゼントできた。 うん、っていう事実ですよね。この再生数で。傍から見たらわかんないかもしんないけど。でも僕はその事実体験をし続けてるので、まあやれば変わるなと。しかも僕、僕以上やれる人いないから、まあなんかヒカルんまではいかんけど、いかな、別にヒカル君までね、有名になろうとは思ってないですけど、まあ自分が自由であるための、あの、なんだ、影響力ですよね。 自分が自由であるための影響力。つまり、何十人か何百人かでもいいんですけど、商品がしっかり売れるというものは、まあ作れると。続ければ。もう間違いなく。うん。まあもしかしたらね、まあな,なんかの表紙で僕もなんかなるかもしれないですけどね。な最近ちょっとその、あれは感じますけどね。な若い子とかも入ってきてるんで、そう、この前ね、その、 ね、久保さんは、30万の商品売ったんですけど、18歳の子入ってきましたからね。久保さん。多分、久保さんの YouTube チャンネルで18歳の子が、即可塾30万払うっていうのは多分ないと思うんですよ。僕い、もう年、年代層がね、幅広くなりました、僕。もう、あ、まあ、なんか、18っすよ。<laughs> で、上は60とかもいるんで。18から60っていうね。うん、多分、そそ久保さんのは、 まあもちろん久保さん若い人いると思うんですけど、18どうなんですかねまあいるかなでも多分年配の方多いでしょうね、久保さんは。うん。やっぱあ,あれもでかいですよね。給付金というかあ、あれのアクセスも大きいと思うんですけど、給付金を求めてる人で18歳の人はまあまああんまいないんじゃないかなと思うんですよ。うん。まあ久保さんはいっぱい動画アップしてるんで若い子も、まああるとは思いますけど、 ただね、その18の子が30万本当に払うっていうのはね、まあ僕も、あすごい時代変わってきたな、みたいな、うん。なんか、要は影響、その18歳の子、ね、を動かせたっていうのは、僕はすごくあの嬉しかったですね。うん、18歳の心をつ動かせたっていうのは、うん。やっぱね、情報系ってやっぱ年配多いんですよ。どちらかというと。 そのネット、まあ、久保さんもそうでしたけどネット知らない層がやっぱ多いんです買う層が多いんですよで18なんかはもう生まれた瞬間すな,んかあのなんかもうインターネットも普通に触れてるじゃないですか若い頃からだから要は情報の取り方の質っていうのは多分、まあ、IT リテラシーはね IT リテラシーはどちらかというと多分上だと思うんですよ マージャン店で何もわかんない IT リテラシーと今の18の10 IT リテラシーだったら絶対こっちの高いはずなんですよ。で、その IT リテラシーが高い子に伝わったっていうね、僕のあれが伝わったっていうのは、これはね、ちょっと僕はなんか感じてますよ、今。ふつふつと。<laughs> ちょっと来たんじゃないかな、そろそろちょっとずつ来てるぞと。あのね、あの僕は竹原さんみたいにね、あのこの、 なんだ、一発ないので、あの、もうこの、ジャブでね、もう、とにかくジャブを打ち続けるって。で、そのうちジャブ打ってたらね、フラフラになっててね、で、ピンってたボーンみたいな。<laughs> まあ、一発のパンチはね、竹原さんよりないんだけど、もうジャブが先発みたい。ねた、でもね、竹原さんもね、この、なんだっけな、この、この一発のバンより、このカウンターというか、この早いね、実は、なんか言ってましたけど、この、 ここですよね。これ。これ。これがね、竹原さん強いんですよ。実は。こっちのバーンより。バーンみたいな、enfin。なんか言ってましたよね、自分で。なここが何度も当たったら、<laughs> う、うー、おみたいなね。<laughs> な昨日、ね、竹原さんの現役の試合見ちゃったんですけど、すごいですね。バパーンみたいな。みたいな。そう。だからね、もう本当ね、ジャブ打ちまくれって話ですね。もうジャブ打ちまくれと。 で、ジャブ打ちまくったらフラフラになってるから、こっちの一発のパンチ弱くても倒れるよっていう。もうジャブ手数だ、ね、とにかくジャブ当てろみたいな。まあ何の話かよくわかんないとなりましたけど、まあ、とりあえず18億円にしときます。いってらっしゃい。